嫁はオリト。しかも筋金入りの遺伝子レベルの義子。大学時代に酒に弱いことを自覚した嫁は3日に一遍のペースで酒を飲みまくったらしい。吐いたら血よくなるとかいう言葉を信じて飲みまくり吐きまくったそうだが、5年くらいそんな無茶を続けてもビール1杯で翌々日にも二日酔いが引かないくらい酒に弱い状態は変わらず、諦めきれない嫁は民間のアルコール遺伝子テストなるものを受けたそうだ。口の中の粘膜を綿棒でこすって提出するようなやつな。結果、日本人の数パーセントしかいない最も酒を受け付けない体質という回答が返ってきて、25歳の嫁撃沈。このクラスで飲酒の習慣がある人間は即刻断酒しないと確実に癌になるとかなんとか。しかも酒を分解できないって厳密に言うといろいろパターンがあるそうだ。まずアルコール、エタノール、ふわふわ気持ちよくなる成分をアセトアルデヒド、二日酔いのもと毒素にするのが第一分解。このアセトアルデヒドを毒のない水なんかに変えるが第二分解。嫁の場合、この第一分解は恐ろしく速いスピードでなされるらしい。だからあっという間に気持ち悪くなる。で、第二分解が全くできない体質だから毒素が毒素のまま体にたまるがんになりやすいんだと。俺は強い方じゃないけど、アルコール摂取して気持ちいい時間も長いから酒をたしなむのが好きだ。付き合ってから結婚した後も一度も嫁は俺の前で酒を飲んだことがない。何度か上のような説明をしてもらい、嫁にとって飲酒は苦痛でしかないって分かってるんだが、どうしてもほろ酔いでふわふわした可愛い嫁が見たいって願望が捨てきれない。嫁はあんまりバカなことはやらないけど、ごくたまにハメを外した時は心から楽しそうですごく可愛い。俺が酔った時みたいに無条件でいい気分にさせてみたい。叶わぬ夢だって分かってるが、何か方法はないもんかな？それは酒をどうにか飲ませたいってこと？それとも酒によく似た効果のあるものを教えてってこと？酒飲ませても気持ち悪くなったり吐いたりしたらかわいそうだし意味ないかな？飲ませて酔わせたい夢が諦めきれない愚痴かもしれん。年重ねて体質変わったりしないかなとか、飲み方や酒の種類でなんとかならないかって妄想はするけど、アルコールに弱い体質を治す方法はありません。飲めない体質はどうにもならない。叶わぬ夢は夢のままにしておけ。お前の願望を叶えるために嫁さん危険にさらすのか？バカが。オランダにでも行ってた今すればふわふわするかもな。お前さんあれだろう、ふわふわした嫁さんを見てみたいっての破本の建前で、本音は嫁さんのそんな姿を他の男が見ているのに自分だけが見たことないってのが悔しいのもあるんだろう。実は俺の嫁さんもガンナニシュを飲まなかったんだが、いたずら心でネジ宅を済ませた嫁に口移しで無理やりビールを飲ませたことがある。むせてジタバタしていたが、一瞬で身体が熱くなって目がトロンとしておとなしくなり、口移しするたびにグビグビ飲み干すから可愛こぶって飲めないふりしてたななんて思いながらそのまま始めた。合間にも何度か飲ませた。でもなんか様子がおかしい。声は出すけど返事をしない。指はピクついてるけど腕の一本すら持ち上げない。あれ？と思って電気を全部点けたら、真っ青な顔でしゃくり上げて身体はまだら模様になって痙攣してた。で、心臓がハムスターくらい速くなってて、枕元に晩飯から何から全部吐いてた。嫁には言ってないけど失禁もしてた。俺あんなに後悔した瞬間ない。パニックって何度も揺すって呼びかけたら、うっすら目開けてくれたから水飲ませたんだけど、頭もお腹も喉も身体の節々も全部痛いって泣きじゃくってて、本当にかわいそうなことをした。俺も奥歯カチカチ言わせながら泣いて謝った。後から聞いたら体重90キロの俺の一口は40キロの嫁には大量すぎたらしく、一口目の時点でほぼ意識なくなってたらしい。危うく殺しかけたのに一口も飲めないなんてギャグ漫画の世界だもんねーと笑って許してくれた。いっそ分殴ってほしい気分だった。それからは
割とズボラな嫁の代わりにケーキに入ってるブランデーとか酒粕の料理とか化粧品の成分とか鬼のアルコール G メンに変身した。知らずに食って吐いたりしてたから、嫁さんアホなので毎回熱あるのかなーとか車酔いかなーと言っていたのでお互い気づかなかった。知ってたらあんなこと絶対にしなかったよ。長くなったけど、体質をきちんと知っているならバカなこと企んじゃダメだよ。死んじゃったら取り返しがつかないし、大事に至らなくても嫁さんや嫁さんの家族、周りの人からも信用を失うよ。キモすぎ。親はよくこんなゴミに育てたな。酒は毒。酔うというのは中毒症状のこと。意識の低下、痙攣、麻痺、死亡などが起こり得る。アルコールの吸収には筋肉の量が大きく関係するため、女性の方が影響を受けやすい。解毒には酵素が必要であり、体質的にその酵素を作れない、作りにくい人がいるということを当たり前に認識していないと、酒が苦手な嫁かわいいなんてアホ思考に入る。箸に関しては絶対に諦めるべき。いっそ一緒に禁酒生活を送ってもいいくらいだ。は、瀕死状態なのに救急車も呼ばずに殺しかけてる、なんかポエミーだし、キモすぎ。574呼んでこんなアホがいるのかと呆れたけど、586のキモさで全部吹っ飛んだ。閲覧注意って書いておけよ。こんなキモい文はそうはないぞ。